2つ物体がある問題はそれぞれの物体で運動方程式を立式して辺辺足し算というお決まりの式変形がありますじゃあまず力書き込んでいくと左側の物体は重力 small mg 右側は重力 large mg 右側の方が質量がでかいからこういう風に運動しますねじゃあ加速度はというとこれ糸でつながってるから同じ大きさになります だってラージ M が 3m 動いたらそれは左側もほメもー 3m ー動くやん同じペースで動くよねこれを難しく言うと束縛条件っていいます糸でつながってるぞっていう条件を満たすような運動をしますよってことねじゃあこっちの加速度を上向き A とするとこいつの加速度も同じ大きさ A で向きは下向きです次糸の張力ですけど両端同じ大きさで引っ張ります 低下者を介して同じ糸でつながってますから、両者の聴力は一緒なんです。だから、加速度と聴力が同じ大きさだということを確認しておいてね。これで運動方程式作ります。まず右側からいきます。質量、ラージ M。で、加速度 A。正の向きは加速度の向きと揃えておきますね。こっちは上向き正ね。MA イコール、正の向きの力は重力。で、張力は負の向きやからマイナスですと。 で左側の物体 MA= イコール張力正の向き重力負の向きやからマイナス MG ですと。ほんなら辺辺足し算すると同じ大きさで符号が逆の張力 t が消えますね。なのでこんな式が得られて加速度がこうなると。で加速度を求めたらより簡単な式を使って張力を出すけど、まあ、今回どっちでもいいよね。まあ、丸一式使うかな。ほんならちょっと計算面倒くさいですけど。通分して ラージ M が消えてで頭のラージ m と掛け合わせると 2mm ね、まあ、これで張力が出てくるで次括弧の2番は低滑車これが主役です低滑車っちゅうのは固定されてる滑車で動かないんですね役割は力や動く向きだけ変えますこいつは上向きでしょこいつ下向きでしょ だこうやってなんか重たいものを持ち上げるときに下に引っ張ったら持ち上がるみたいなそんなことが起こるわけですこれが低滑車で低滑車に働く力なんですけどこれ実際はあまり例よくないんですけどこれ首が低滑車としてうって糸で締められたら確実にあらゆる場所が苦しいじゃないですかけど全部力を樹するの大変やから糸と低滑車が接触し始める部分を作用点として。 こういういうににつの力に代表させて書くんですよでその大きさがここの張力と一緒だから tt という力が働いていると考えてここから引っ張られている張力これ s としますこの低滑車はくるくる回ったりするけど上下には動かないわけですから力の釣り合いが成り立つつまり上向きの力 s イコール下向きの力 tt ね s イコール tt という式が成り立って さっきの T を代入してあげたら得られますよと十六番でも出てくるわこれ三番では高さの差が H になるまでにどれだけ時間がかかりますかっという問題ですけど高さの差が H になるということはこことここの差が H になればいいんですよねじゃあそれぞれどれだけ動くかというと半分ずつ動けばいいやだ二分の H ずつ動けば差が H になってくれますよね それぞれ2分の、H、ずつ動くまでの時間を考えたらいいほなまあどっちでもいいんですけど左側の重りを考えた上向きを正として S が2分の H になるまでの時間を考えますから S が2分の H で初速0でしたで加速度は代入する前に A を使って T を立式してで最後に代入とこな計算間違いを防げるかなと思います。ここまででで部分点ももらえるかもしれないすね